どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。ベジータとブルマの息子トランクスは正義感に燃える少年に成長していた。人造人間は一体何のためにこんなひどいことを。そして唯一残った戦士として、ゴハンはたった一人で人造人間たちと戦い続けていた。ゴハンだけだったからね。トランクスはそんなゴハンの強さに憧れ、ゴハンと共に戦いたいと願い出るのだった。ゴハンさん、僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。せめてベジータがいればな。お願いです、僕に修行をつけてください。そっか、わかった。トランクス、ありがとうございます。僕頑張ります。それから数日後、トランクスは人造人間と戦う強さを身につけるため苛烈な修行に励んでいた。よし、今日の修行を始めるか。はい、お願いします。分かってると思うが、人造人間の強さは半端じゃない。俺は本気で相手をする。君も気を引き締めてないと大怪我するぞ。わかりました、行きますよ。いや、行きますって言ってもね、ゴハンがレベル25で俺141なんだよな。だってもう1しかダメージ受けない。これ絶対ワンパンだ。ご飯ごめん、俺ワンパンする。ごめんね。やっぱりワンパンだ。よし、飲み込みが早いぞトランクス。さすがだ。はい、いいぞトランクス。さすがベジータさんの息子だな。そんな、本当に本気を出したご飯さんには絶対に勝てませんよ。いや、勝てる、絶対勝てる。そんなことないさ。君ならいつか俺を超える戦士になれる、きっとな。だといいけど。すでに超えてるよ。今日はこれくらいにして帰ろうか。あまり遅くなったらブルマさんに怒られる。そうですね、母さんには修行してることは秘密だし。じゃ、途中まで一緒に行こうか。